VTR ですね。はい。走行2キロということで、まだ、この、ついてるタイヤに、この線がありますよね。はい。で、これは、エクセドラ G602 っていうタイプね。純正装着タイヤですよね。はい。で、これはね、2012年製なんですね。2012年の、10周になりますね。のタイヤがついているということです。はい。11年前ですね。はい。で、ちょっとこれね、外します。はい。お、グリスはね、塗ってありますね。はい。うん。塗ってありますよ。はい。結構。うん。で、アクセルはね、抜いた形跡はないので、はい。新車の時のままだと思うんですよね。うん。ね。はい。あ、こっちもね、塗ってありますね。はい。まあ、一応ね、これは日本製というね、ことになるかと思いますが、はい。ブレーキディスクも、これね、はい。綺麗ですね。はい。そしたらこれはね、はい。グリスを塗って、で、タイヤ交換ね、こっち、タイヤ交換、タイヤ交換。タイヤ入れ替えね。さすがにこの古いタイヤじゃちょっとね、あれですから、はい。タイヤの交換をするということなんですよね。ベアリングとかはね。はい、だから気持ちね、やっぱりこう、ほら。ちょっとこうね、はい。サビというわけじゃないのかな。気持ちね、やっぱ出てますよね。はい。うん。といってもまだほら。輝きはあります。はい。そう。走ってないからね。うん、ずっと多分室内とかに置いてあったんだろうと思いますから。状態としてはやっぱりね、いいと思いますね。はい、そうです。ベアリング大丈夫。はい、そしたら、これタイヤ交換ね。これはタイヤ交換。はい。そうね、ブレーキはね、バラしますんでね。うん。よいしょ。で、よいしょ。で、後ろはこれだけでしょ。ね。はい。おぉ。あ、ピストンでもね、ほんのちょっと出てるとこがね、気持ち、サビ出てるな。やっぱり、そうですよね。いくらね、はい。走ってはいないとはいえね、はい。まあ、シールを変えるので、これはね、そのまま、一回出して、ってなりますけどね。はい。パッドスプリング、走ってないから、ピカピカ。当たってるところも、特に問題ない。まあ、それはそうですよね。動かしてないんだからね。はい、ね。いいですね。やっぱりね。これが、いわゆる新車の輝きというやつかな。なるほど。ピストン自体は、まあ、新品のパッドでね、パッド自体も減ってないんで、全然ね。うん。その状態でやっぱり、こう、外に出てる部分が気持ち、サビが出てるね。はい。これパッド。面取りしたのね、初めからね。そういう、ただここにね、塗装が乗ってるから、そういう、もう、工程で作られてるんですね。はい。削れてない。うん。押し歩きとかで気持ちかする部分、うん。だけみたいな感じですね。で、サポートもね、ちょっとここら辺だけ、少しサビは出てますけど、まあ、ほんと気持ちね、はい。そう。いいですね。これがやっぱり、新車の頃の輝きみたいのがね、ちゃんとありますね。人によってはね、嘘、絶対嘘だよとかね、ありえないよなのなんてね、いう方もね、いらっしゃるかもしれないです。でも、結構あるんですよね。そういう車両ね。特に最近ね、トミーにね、高くなるっていう、話がね、いろいろあるんで、うん、オークションにね、出してっていうのはあります。はい。さあ、そしたらですね、こういうとこね、この内側のね、これはピカピカだわ。うん、これはいいですね。ねえ。こういうのは、
もう、ゴムはね、硬い。少し。これね。うん、これはね、みんな変えます。はい。これね。反対側もあるでしょ。ね。あのブーツね、うん。ブーツ系は変えますね。はい。そして、いい。ね。で、キャリッパー、そうですね、シール変えるから、はい。そういうのもあるんでね。うん、マフラーだって、どうなのこれ。錆びてないんだよね。ほんのこう、やっぱりこう、こうなってる部分の気持ちね、ありますけど、赤錆びっぽいのがね、基本的にはないですね。素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしいよ。やっぱりこれが新車の輝きですね。はい、ね、新車じゃないんだけどね。うん、厳密にはね。厳密には新車とは言わないんだけど、やっぱり新車の時のね、走ってないっていうのは輝きになりますよ。ねえ。拭いて。そう。メイドインジャパン。メイドインジャパン。いわゆるね、メイドインジャパンの、その、作りのね、うん。オイルシール曲がってないもんね。結構ね、曲がって入ってるんですよ。結構。そう。東南アジア製ね。そう。曲がってます。入ってりゃいいんだろうぐらいの、いい。ね。うん。まだリップが曲がって入ってなきゃまだいいですけど。でも斜めってるからね、気持ちね。そうすると、それがね、ちょっと斜めにね。うん。ベアリングじゃない、ここの、ここに1個から入ってるんですか。これがね、錆び出てるね。うっすらね。これ磨いてね。うん。それでちゃんと防水グリス塗って、組み付ければ。はい、この内側か。まあちょっと、アルミのね、腐食が出てる。うん。さすがにね。あ、これシルコンスプレー先にもう吹いちゃって。で、あれすればいいんじゃないですかね。こういうところだよね。アルミのね。うん。腐食してきますよね。ほっとくとね。よし。そしたら空気入れて、バルブももう11年前のエアバルブですよ。さあ、これね。もうみんな11年前、11年前。もうタイヤね、全然ひび入ってないの。硬いけど。メイドインジャパンのタイヤだ。ブリヂストン。すごいですね。ねえ。タイヤもなんかこう、新車の、ねね。さあ、そしたら、ね、S2R もありますけど。うん、タイヤもこれ、タイヤちょっと古いんですよね。タイヤ新品前後ね、するっていうね。うん、まあ、そういうのも含めての作業ですからね。はい、ブレーキパッドもないんじゃないかな。ここ3台みんな、車検のも含めてみんなブレーキパッド交換します。後ろね。うん。まあこれもだから、ダメっぽい。そんなことないの。一回変えてるかもしれないね。変えてたらもう大丈夫だろうから。あ、残ってるかな、これ。ね。S2 あります。で、こっちにね、VTR。似てますね。フレームが似てる。パクったんですか、どっちか。あの、形が似てるの。そっくりなんですよ。どっちかがパクったんでしょ、これ絶対。ね。でもホンダはパクらない会社だから、パクっても、パクったって言われない会社だから、うん、いいんですけどね。うん、ね。ドガティとかだと、ああ、ホンダのパクりやがったよって言われちゃうでしょ。例えば、916とか、ああ、これ NR、NR のデザインパクってんじゃんとかね、言われちゃうんだよね。そう。何やっても、他のメーカーは言われるんですけど、ホンダがやった場合にはね、特に言われない。これが、不思議なんですよ。業界のね、うん。やっぱり、世界一のメーカーは、そういうふうに言われない。上手っていうかね。はい。それがやっぱりありますよね。はい。ね。なかなかね、難しい、うん、デリケートな問題ですね。はい。ね。タイヤを外しましたけどね。うん。綺麗。ね。綺麗ですよね。さすがにね。うん。さすがにほら。まあね、新品っていうのかな。まあね、新車。ね。はい。綺麗ですよ。はい。ね。で、エアバルブをね、さすがにこれは古いんで、特にひびは出てないけど、硬くなってますね、やっぱりね。ちょっとね、交換してますね。はい。あとはですね、まあ、タイヤは、もう、これ使えないよね。うん、ね。記念みたいな感じになりますよね。はい。ね、うん、これがね、例えば、Z とか、あの辺で未使用車で置いてあったと。ね、Z
通過証でね、走ってない。で、このタイヤ、そのタイヤはもうは絶対外しちゃダメですね。もう、まあ乗らないんですけど、もうそのまま、そのまま。多分、一丁ぐらい行くんじゃないですか。ピカピカの状態で、何にも触ってないのが置いてあったら、出てきたら。買えないからね。1000万はまあ普通だと思うんですけど、2000万でも、いや、これは絶対欲しいってなると思うんですよ。ただ、乗れないですね、絶対ね。それを登録して乗ろうか、整備してね。できないですよね。だからもう、その保管になっちゃうじゃないですか。シビナー班はどうですかね ?K0 ね。とかね。通関証。じゃないや、通関証じゃない。管制検査証。ね、管制検査証。絶望です。管制検査証じゃないけど、通関証はいくらでもあるから。管制検査証ですね。どうなんですかね。ね、なるとね。ちょっと私もわかりませんが、そのあたりはね。いやー、たまらんですね。そういうのがあったらね。スプロケット。ね、はい。で、このベアリングのところにちょっとカラーが入ってるんですけど、このカラーの内側がね、気持ちね、サビが浮いてる。うっすらとね、赤いのがね。それが多分、アクセルの方についてたんじゃないですかね。はい。ちょっとこれはワイヤー、ルーターでこう磨いてね。はい。で、防水グリスって。で、外したんですけど、ベアリングとの間は全然問題なかったですね。はい。まあ、そんなところの感じですよ。それで、やっぱりこの無垢のね、このアルミの表面っていうのは気持ちこう粉吹いたりね、まあ、してる部分はありましたよね。はい。なのでちょっとシリコンスプレーをね、吹いてね。はい。まあ、内側もね、この辺とかね。はい。まあ、これやっぱり長期保管ね、なんですよね。はい。ただね、これスプロケットなんですよ。スプロケットをね、こう、多少汚れてるんで拭くじゃないですか。そうすると全然当たってないの。普通チェーンがね、チェーンでこうほら、走ってると、ね、ですよね、普通ね。跡がね、ずっとつくじゃないですか。多少ね、何とも。綺麗。これがやっぱり走ってないってことですね。はい。まあ、押し歩き程度。まあ、2キロだから、おそらく新車で2キロっていうと、もうメーター普通2キロぐらいは行ってますから。はい。だから、これ機械式のメーターでしたよね、確かね。デジタル、あ、これデジタルか。あ、デジタルか。じゃあ関係ないな。だ気持ち、本当気持ちだと思いますね。デジタルメーターだと、おそらく0とかからね、普通になるんですよ。で、機械式の昔のメーターって、あれはもう新車の状態で、メーカーから出荷された状態でもう2キロ、3キロ、まあ場合によっては4キロみたいなね、それが当たり前なんですよね。はい。で、あれなんでかっていうと、検査するらしいんです、みんな。メーターの。で、新品のメーターを一回取ったこともあるんですけど、そういう車両のね。初めは2キロとかなんですよ。2キロじゃねえかって思うじゃないですか。はい。そう。あれはもう、その何キロっていうね、スピードの時に何回転で何十キロっていうね、それを検査するらしいんです。で、結局それで、どれも距離がね、いってるっていう、そういうことらしいんですよね。全然だってこう汚れてないんだもん。手で触ってほら、このスプロケットの。普通、グリス飛ぶでしょ？ね。すごいね。ただやっぱり多少汚れはついてるから、ね、それちょっと一回拭いてるんですけどね、グリスをね。拭き取ってるんですけど、汚れをね。うん、まあ、まあね、必要ないよなっていう感じもしますけどね。ちょっとね、お客様がいろいろ、はい。いろいろでもないんですけどね。あと、車両の買い取りね。うん、なんか、免許ね、AT 限定だったんですけど、普通に限定解除したみたいで、それで、なんか400のミッションバイクを購入されたらしいですね。はい。で、うちで購入いただいたスクーターは、キムコなんで、他のなんかお店が、いや、ちょっと買い取りできませんって言われたっていうことで、で、買ってほしいっていうことなんでね、で、うちで買い取りさせてもらいました。ね、残念ですよね。場合によって、もう買い取りすらしてくんないっていうね、はい。要は、値段、いわゆる、まあ、値段つかないっていうね、話なんですよ。
別にほらよく古着とかね、あと古本をなんとかオフとか持ってくじゃないですか。そうすると、あ、これ買い取りできませんとかね、あるじゃないですか、はい、でじゃあ置いていくのがいいです。でも置いていくのもね、場合によってはいやこれダメですっていう場合もあります、あるんじゃないですかね、はい、ただでっつってもね、うん、場合によっては処分料取りますみたいなね。そうただね、そうは言ってもうちは普通に買い取りをねさせていただきました。さすがにねうちはいやーつってわけにいかないんでね、はい、っていう保証がまだ2年残ってるんですよ、メーカー保証。それでもだから、まあもちろんほら販売店じゃなきゃ意味ないから、そうダメ、いや買い取りできませんっていう、すごいですね、ね言われちゃうんね。そうだ、いくらでもよければみたいな感じなんですよ、まあ、だから処分料はいただけませんけど、まあ0円でよければみたいなね、置いてっていただけるならっていうような雰囲気なんですかね。もしくはまあ1万2万買っていただい、車両買っていただければ1、2万でみたいな。でそれどうするのかというと、オークションに出して、あ結構つくんだ、うーんみたいな感じじゃないですかね。のピストンがこの錆びて、外側が出てたところが錆びちゃって、中は綺麗なんですけどピカピカなんですが、出てたところが錆びてて、で結構ねボコボコになっちゃって、でもちろんここ新品のパッドでここまでもし入ると思うんですけど、出してねいいんですけど、待たされてすぐ錆びてきちゃうでしょこうね。だからちょっとこれはね新品に1000何本しましたけど、はいね、そうだから注文しました、はいこれはね、はい、そうで、うん、やっぱり交換した方がいいですよね、さすがにね、これね、うん、ただの中古だったら交換しないで、まあ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 つってできちゃいますけど、ちょっとね、うん、ね、はい、こんな感じで、うん、で今度は上を貼るタイプにしてあるのね、はい、ね、ミシュランもなんかね、どの頃、やっぱりありますよね、こう、ね。ありますよ、それはそうです、はい、よし、そしたらこれを戻すんですけど、うん、でやっぱりその一箇所だけサビが気持ち浮いてたところね、赤くなってましたけど、だからまだ そこで住んでたんですね、ちょっとね、はい、でこれほら綺麗でしょ、うん、これで戻すと、グリス塗ってね、グリスはやっぱり塗ってない日本製でも塗ってないですよ、はい、ね、油みたいのはあるんですけど、まあついてるんですけど、まあサビ止めじゃないですかね、うん、それで組んじゃったじゃないですか、もうね、うん、まあ、昔の日本製ってやつですかね、これもう中古車ね、もう散々昔やったけど抜けないとかねありましたから、いっぱい、うん、錆びちゃってね、うん、結局だ新車の時に乗ってないんですよね、うん、で結局普通に乗っててタイヤ交換とかしょっちゅうしてるんだったらいいんだけど、まあ乗りっぱなし、結局ね乗りっぱなしっていうとあれだけど、タイヤ交換も しないし走ってあんま走らないね、うん、あと点検出すかって言ったら点検も出さないみたいなね、うん、それで結局サビサビになってきちゃうとかね、うん、そういうのがあるのかもしれないですね。まあこうやっておくといいんじゃないですかね、うん、よし戻すか。ブレーキがねできないから、まあそのままねやりましょうよ。綺麗、スプロケット綺麗だね。走ってないってのはこういうことですよね。2キロね2キロだから、まあ、間違いなく実装なんですよね、うん、ブレーキディスクもねピカピカだしね、うん、うん、そう、まだね探せばあるんじゃないですかね、どっかしらにはね、そういう車両がね、 VTR もね、うん、なんかどっかには関西の方に新車売ってるとこありましたからね、うん、キャブ車の新車なんてもう超レアもレアじゃないですか、ええー、っつってね、インジェクションがね最近だからまだねあっても別にびっくりしないけど、えキャブ車なんだっつって、
楽じゃん、ね、言われそうだ、逆逆逆逆みたいな、ね、はい、キャリパーですね、はい、外しました。うん、で、まあ、綺麗ですね、やっぱりね。そう、ピストンが残念ながらね、ちょっと錆びちゃってね、うん、あの外に出てる部分がね、はい、それでこのほらダストシートをちょっと錆がずっとついてますけど、赤錆がね、うん、はい、やっぱりね、うん、こういうのはやっぱ開けた方がいいですよ、一回ね、いくらあの走ってないとはいえね、長期間保管されてるんで、うん、でこれちょっと洗って、そして、新しいねシールとピストンと組んで、で戻して、はい、っていう感じですね。ブーツも新しくしますね。でピンはね全然錆びてないんで、パッドピンはそのままですよね、はい、うん、でもさすがにこの切れさはないんですよ、走ってるとね、うん、こういうとこ全部切れたもん。キャリパーもいい状態ですよね。雨ざらしとかどうやったらね、外側とか腐食しちゃってると思うんですけど、うん、非常にいい状態、うん、これはやっぱりいいですよ、ね、そう、うん、と思いますけどね。